大分県立九十高原農業高等学校は、大分県武田市九十町大技海抜きにある、県立農業高等学校。スクールテーマは、小さな学校の大きな希望である。大分県立武田高等学校の分校の昼間、定時制高校として、旧名尾入町に、名尾入校舎、旧九十町に、都屋校舎がそれぞれ設立されたのが、後に、都屋校舎に統合され、 大分県立武田高等学校九十分校と解消した。その経緯から九十校前にあるバス停の名称は都屋高校前である。その後、大分県立三重農業高等学校に所属が変更されて、大分県立三重農業高等学校九十分校となり、さらに大分県立三重農業高等学校が統合されて、新設された大分県立三重総合高等学校の 九十分校を経て、三重総合高等学校九十校に改称した。2019年4月には、三重総合高等学校から独立し、単独校の大分県立九十、高原農業高等学校として新たに開校した。分校を独立した高校にすることは、住民の悲願で20年近くにわたる大分県への要望が認められた。前身の高校は学年人に達しない、 原因はあれが続いていたが、2020年度入学から募集を全国に拡大した。武田氏は合併特例祭を利用して、寮を建設し、地元農家も実地教育で支援する体制をとっている。効果は、ドラム、タオの作詞、作曲による。なお、九十高時代までの効果は、本校と同じ小倉警察詞、作曲による。 美しくあれ、若緑であったが、歌詞の一部が本校と異なっていた。ありがとうございます。